出発進行あ、カリニさんありがとうございます。雪かきしてくれて、カリニさんも雪かきしてくれてる。 ありがとうございます。さて、妻、はい、珍しくチビたちがおりません。二人でちょっとね、お出かけをしたいと思いますけども、二拠点生活、湯沢二拠点生活を開始して、うん、今でちょうど1ヶ月と、1週間、うん、1ヶ月と1週間経ちました、うん、っていうところで、まあちょっとね、珍しく2人きりになったんで、おのおのの、こう、素直な感想、心境を聞いてみたいなと。今から、温泉に行くので、山の湯温泉ね、うん、温泉に行くまでの間ちょっとフリートークしていきたいなと思います。さあ、1ヶ月と1週間ですけども、まあこの期間の中であなたにとって一番印象に残ったことは何ですか？一番印象に残ったこそ、はい、やっぱ子供たちのスキーかな。おお、すっごい上手くなってる。そうだね劇的に、うん、いや、こんなに頻繁に滑ってたら、うん、まあ上手くなるし、うん、なんかめちゃくちゃスピードも速いし、どこでも突っ込んでるし。そうだね、明らかにその技術力は俺たちが見てわかるぐらいぐんぐん伸びてるね。これは面白いね、正直。こんなにも、うん、いや、もうあっという間に俺追い抜かれるなって常々感じるぐらいだよ。なるほどね。まあやっぱりそこだよね。結局一番印象に残ってるのって、うん、子供たちにまつわることだと思う、お互いに。そうだね、うん。俺ね、実はね、あの入学式、うん、みんなの前に立って自己紹介をするシーンがね、うん、一番こう俺の中で印象に残ってるんだよね。ああ、そうなんだ。うん、初めての転入生、転校生。なんでかっていうと、俺もさ、転校生なんだよ。小学校2年生の時に小学校を転校しているんだけど、うんうん、その転入の日にああやってあの体育館でみんなの前に立って、あ、間違えた、すぐ、挨拶をするっていうのはなかったんだよね、うん、クラスに行くんだよね、うんうん、で先生に入りなさいみたいな、うん、だからいきなりさ、知らない学校のね、うん、全校生徒がいる前に立ってさ、うん、自己紹介をするって勇気いるよ、ね、すごい勇気いると思うんだよ、うん、俺そうだろあれをやっぱね、あの姿を見た時に、その堂々と名前をね、うん、自己紹介をできていた我が子を見た時にすごいグッときたというかさ、うわー立派になったじゃねえかおめえらってさ。そうだね、うん、あんな不安そうな、そうだねスタートからさ、すごくね印象に残りました。まああと2つ目挙げるとしたら、やっぱりあの1月31日か、うん、大雪が降った日だよ、うん、あれだけさ雪が降らなくて、もう岩っぱらのナイトはもうさ、スタッフの人がさ、いやもう限界ですって、来週は難しいかもしれませんって、ですよねって、それでも今日まで開けてくれてありがとうございますっていう話をした後に、あのドカ雪でさ大復活したでしょ、とかってもうドラマティックじゃない、もうその出来事が一つ一つが、うん、なんか全てがね、理想通りに用意されたところからのスタートではなかったけども、まあ今こうやってドライブしてる、まさにこの時見えてる景色がザ・湯沢の雪景色にね戻ってくれたし、なんか雪のありがたさが分かった。そうだね、雪のありがたさを知るっていう、そう、雪がないと何もできないんだと思う、うん、いろいろとやっぱりね、自然の恵み、自然とこう調和する、して生きていくっていう人たちの感覚が少しでも僕たちにも分かったかなと、感じられたかなと、うん、まあ
約あと2ヶ月、痩せ確認は1ヶ月半ぐらいになるのかな、うん、になりますので、まあこのやっぱり雪を中心とした生活スタイルっていうのをとても重要視しながら、またこの湯沢町で何を残せるか、うん、何を作ることができるかなんてことを視野に入れながら、うん、もう少しね、いろんなことを頑張っていきたいなと、はい、まあ、その中でも私この YouTube 頑張ってますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録ぼちり、チャンネル登録はこの辺にやるかな、チャンネル登録ぼちり、そして高評価、さらにはコメントとかね、いただけますと励みになります。あと合わせてブログもよろしくお願いします。便乗しやがったな妻がブログを書いております。僕のね、いろいろこう紹介したり解説したりする動画は結構雑な作りなところがありますが、それを妻の方がブログで、すごく丁寧に、補填してというかね、補足して、分かりやすく情報としてまとめてますので、ぜひ父ちゃんは天然パーマブログの方もよろしくお願いします。さあ今ね、湯沢町、湯沢駅ねに到着しました。今向かっているのは町営温泉山の湯。ここは源泉かけ流しだったよね。そう、うん、500円で入れるお風呂の中では一番お湯がいいっていう。なるほど、そんな温泉で、ちょっとね、私たちずっと毎日のようにね、スキーを続けているものですから、本当にね、体がね、かなり悲鳴を上げてきてまして、あとね、残り1ヶ月半をやっぱりずっと滑り続けてこの生活をやりたいので、少しね、体は大事にしながら、はい、無茶はしないで、うん、そう、幸いなことに僕たちは温泉街にいるので、温泉エリアに住んでいるので、適度にこう温泉に入りながら体をゆっちしていきましょう。いやー、いいね湯沢なあ。俺たちここに住むとは思わなかったな、本当な、うん、ポッと湧いてね、こう思いついたアイデアだったけどさ、うん、まさかこんな短時間で俺は実現するとは思ってなかったよ、正直。いやでも必然だと思うよ、ここに住むのは。いや俺もそう思ってる。こんなに通っててさ、うん、もうだったら住めばいいじゃんっていろんな人に言われたもん確かにそんなに行くんだったらってね。で、なんか私ある人に2拠点生活するんですって言ったら、もう移住しちゃえばいいじゃんって言われて。確かに、まああれだよね、逆に言ったらそのプレ移住だからさ、うん、一応そういうふうに僕らが今後これから先の拠点を探しているっていう、うん、あれも理由もある。あ、ね、だからこそ住んでみないとわからないからさ、うん、それが、うん、だから決して僕たちの答えは湯沢ではないのかもしれない。それはまだわからないけど、ハートはかなり湯沢に恋してる。うん、そうだね、うん、そりゃそうだよ、20年も通ってんだぜ、うん、今さら変わんねえわ。さあもうすぐ到着します、山の湯温泉。今ね、今日のカメラは外の景色は一切撮れないので、ああ、隅の携帯とかで撮っといてよ、この景色すごくいい動画で。うん、もう遅いけど。そうだね、山の湯入っていくところとか、ここ、あ、ここか、あ、もう撮っていいのか、じゃあ、うん、で、もうこっちの駐車場に出よう。あ、じゃあ歩きます。うん、歩きで行こう。さあ到着しました、山の湯温泉。あ、ここが駐車場なの。いや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 、なので一番、しかも誰もいないということは、やったー、ラッキー。
これはもしかして。じゃあお財布持ってっていい？ではお風呂行ってまいります。夫婦のザレ言聞いていただきありがとうございました。それではお風呂に行ってきたいと思います。バイバイ。